こんにちは、シーバードです。今回は90年代バンドの胸キュンソング10選ということで、私シーバードがおすすめする胸キュンソングをご紹介させていただきたいと思います。今キュンですって流行ってますよね。うちの子もよくやってますけれども、その胸キュン、この言葉なんですけど、僕はYMO の君に胸キュン、松本隆さん作詞のあの曲から来たのかなと思ってたんですけれども、その曲のリリース前に山下久美子さんが胸キュンクラブというですねファンクラブを作っていたということで、胸キュンという言葉を最初に使い始めたのは山下久美子さんだとされているそうです。あとキュンレコードってあるんですけれども、ラルクだったりとかアジカンが有名なところではいるんですが、そこのキュンというのですね、この胸キュンから来ていて、キュンキュンする曲をたくさんリリースしていきたいという由来があるそうです。という感じでですね、私がおすすめする90年代バンドの胸キュン10選をご紹介させていただきたいと思います。今回は順位とかではないのでね、順番は関係なくご紹介させていただくんですけれども、概要欄にですね YouTube の URL などを貼っておりますので、ぜひ PV などもご覧ください。では早速1曲目からいきたいと思います。こうねノートに書き出しているので、どれからいこうかなというふうな感じなんですけれども、1曲目はレディースルームのワンダフルトゥナイ。これはですね、レディースルーム極上のバラードで、百太郎さんのあの声がですねめちゃめちゃマッチしてて、かっこいい大人のロックバラードです。バンドとしても成熟したあのバラード、ぜひですねご覧ください。 PV が上がっておりましたので概要欄に貼っておきます。続いて2曲目はですね、黒夢のビームス。これはまあ有名ではあるんですけれども、今回ですね YouTube でいろいろこう胸キュン的に思い当たる曲をいろいろ見てたんですけれども、このね黒夢のビームスのライブ映像がですねめちゃめちゃ熱くてですね、今回ぜひ紹介したいなというところで選曲させていただきました。その熱いライブというのがですね、黒夢の男限定ギグみたいな感じのライブで、男だけなんですよ。男だけなんですけど、このビームスめちゃめちゃラブソングじゃないですか。ラブソングでなんかうおーって男たちがなってて、最初はちょっとニヤニヤしながら見てたんですけれども、後半になってくるとその熱量がですねめちゃめちゃ熱くて、ちょっとねうるっとくるというか、ギュッと掴まれるような感じでしたね。ぜひぜひご覧ください。続いて3曲目はですね、ボディの I Love You。 これは名曲でクレイズでも演奏されているんですけれども、今回はボディの I Love You を選ばせていただきました。続いて4曲目はバイセクシャルのロマンティック。このロマンティックはバイセクのですねド派手なイメージから一気に大人の雰囲気というかですね、 PV も白基調で今までのイメージとは全然違くてですね、びっくりしたんですけれども、メロがめちゃめちゃいいんですよね。詞もめちゃめちゃいい超胸キュンソングなので、ぜひお聴きください。続いて5曲目ですね。5曲目はダイン・クライズの言葉にならない。ご存知、ボーカルはデランジェの京さん、ドラムは現ラルクアンシェルの幸宏さんですね。京さんの染みる声に独特な室姫さんのギターが絡んできて、めちゃめちゃ泣ける一曲です。ライブバージョンがめちゃめちゃかっこいいので、ぜひご覧ください。続いて6曲目はかまいたちの I Love You です。くしくもラストシングルになってしまったこの I Love You なんですけれども、解散ライブでもラストに演奏されている楽曲で、シンプルなコードながら訴えかけるようなですね、椎名さんの歌い方とドラムケンジさんの熱の入った叩き方、これもかなりの胸キュンソングなんでおすすめです。続いて7曲目はですね、ジキルのコーリングです。これはジキルの中でかなりポップな楽曲なんですけれども、日曜日のですね朝のアニメの主題歌になってましたね。画廊伝説だったかな。当時僕は高校生だったんですけれども、主題歌だけ聞いてましたね。アニメ自体は見てなかったんですけれども、これ PV もですね結構斬新でというか、ダークなイメージのあったジキルなんですけれども、この曲は外でのロケで日に当たってるんですよね。目の周りを真っ黒に塗ったタスクさんが
日の当たる外でですね、野外でこの歌を歌っているというふうな感じの新たなジキルを見せてくれた楽曲です。続いて8曲目はですね、ジグゾーのひまわり。現在も活動しているジグゾーなんですけれども、ボーカルテツさんのですね、この独特な歌い回しと世界観、アルバムを通して聴くとめちゃめちゃジグゾーってハマるんで、絶対皆さんシングル曲だけじゃなくてアルバムも通して聴いてみてください。で、続いて9曲目はですね、スリープマイディアーのディア&ヘイトです。もしかしたらちょっと知ってる方が少ないかもしれないんですけれども、90年代中頃に名古屋を中心にですね活動していたスリープマイディア、このディア&ヘイトはですね、渾身の作品です。この曲が出て聴いた時に、これでスリープマイディアはビッグバンドの仲間入りだと思っていたんですけれども、そんなに来なかったんですよね。でも今聴いてもめちゃめちゃいい曲なんで、ぜひぜひ皆さん概要欄チェックしてみてください。続いてラスト10曲目です。ラスト10曲目はスラットバンクスのシャープ0022です。スラットバンクスはボーカルが元ジキルのタスクさんで、ベースが元ジギーのトシロさんですね。タスクさんの歌詞とトシロさんのメロディー、めちゃめちゃかっこいい曲ばっかりです。その中でもですね、このシャープ0022の歌詞メロディーは群を抜けてかっこよくて、バラードとしても最高傑作です。実はこの曲は2000年の3月リリースなんですけれども、90年代に活動してたバンドのバラードということで、今回ですねねじ込ませていただきました。という感じでですね、10曲私なりに選ばせていただいたんですけれども、俺の胸キュンはこの曲だぜみたいなのがあったらですね、ぜひぜひコメント欄にお書きください。みんなで90年代の楽曲、胸キュンソングを語り合いましょう。まだまだたくさんいい曲ありますからね。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。